ライセサイエンス統合データベースセンターの高月と申しますえ。私の方からは本日は BRSO についてという題にいたしましてあの、お話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 えー、それでは、始めましての方もいらっしゃると思いますので、簡単な自己紹介をさせていただきます。えー、もともと学生時代は全然別の分野におりましてあの、生命科学系のお仕事をさせていただくようになりましたのは、2009年にあの理研 BRC の増谷先生のユニットに入りましてであの、データ入力のパートとして入ったのが最初でした。でその頃のラボは、あの増谷先生あの、ジョイオントロジーの開発とかもされてまして、 あの私がオントロジーに関わる最初のきっかけというふうになりました。で、その後、一旦あの生命科学から離れましてあの、1年半ほど防災圏で地震系のデータの品質管理なんかの仕事もしてみたんですけれども、ちょっと数値データはあまり面白くなくって、あの文字列データの方が面白いなというふうに思いまして、2019年4月に今度は d b c s さんの方へあの移りまして、 現在に至っております。で、現在 DBCS の方ではいろいろなお仕事にあの関わらせていただいておりまして、私の顔を見るとバイハカソンのヘルプデスクにいる姿を思い出す方の方が多いかもしれないんですけれども、えっと、難病で日本の気象難病疾患のご一緒であります、難度の構築ですとか、それを表示しております難病データのポータルサイトの構築、あとはあの、 MGA が作っております、哺乳類表現型 MP というオントロジーがあるんですけれども、そちらの日本語訳などもあの提供するようなオントロジーに関わる仕事も引き続きさせていただいております。で、本日はアノテーションということですので、まあ、私が理系に入りましてから、これまででアノテーションとの関わりというところもちょっと振り返ってみたんですけれども、あのまず最初に理系に入ったときに、 桝谷先生の方から利権 BRC が持っているマスケートに対して独自に表現型をつけたいんだけどそれをつけるためのシステムを作ってほしいというふうなリクエストをいただきましてでそのときにあの初めてファイルメーカーを使ってアノテーションのプラットフォームを構築したのが一番最初でした。で、 こちらではあのその論文を読んで、まあ、独自の MP をあのつけていくというような作業ができるプラットフォームを用意したんですけれどもで、まあ、実際にあのもともとあまりそのバックグラウンドで生物学的知識が足りないのであの英語でこう小難しいモデル列が並んでてもなかなかそれが何であるかがピンとこなくって。 その時にとても役に立ったのが、あの MP を日本語訳したものでした。で結局現場だと、その英語にあんまり得意じゃない方も多いですしで、そういった形にその表現型としてアノテーションしてもらうっていう時には、MP の日本語あるとやっぱりいいなって思ったのもありまして、現在でも引き続き日本語訳の仕事を続けています。で、その他には、あの、 微生物の倍値であったりですとか、細胞に疾患のオントロジーをつけたりとか、まあ、常にそういった文字列に対して何かしらの ID を振るみたいなアノテーションの作業を長くやってきております。で、前置きが長くなりましたが、え本日のお題であります BRSO については、このような流れでお話をさせていただければなと思っております。 え、そもそも BRSO とはっていうことになるんですけれども、こちらのバイオロジカルリソーススキーマオントロジーの略です。えー、もうオントロジーという語彙がそのものずばり名前に入ってますので、あの、お分かりいただけるかと思うんですけれども、バイオリソース情報のあの、メタデータを RDF 化するために、えー、必要な語彙を集積したものとなっております。で、まず BRSO の開発の経緯なんですけれども、 当初は NBRPO と呼んでおりまして、NBRP が取り扱っておりますバイオリソースデータを RDF 化するために、まあ、それを目的として開発を始めましたで。バイオリソースデータは大きく2つに分けますと、バイオリソースとしての、まあ、共通に持つ情報ですね。 あの、今、そちらの青い方の図示している方がその共通に持つ情報なんですけれども、それとは別に、それぞれのリソースが個別に持つ特性情報と大きく2つに分類することができます。で、こちらの方は、あの、まあ、こういう大まかな図を書くところから、まあ、あの、リアレスをの検討を開始したという感じになっております。で、 当初 NBRPO というふうに呼んでたんですけれどもで、それから BRSO というふうに名前を変えました。でそれはあのバイオリソースの情報においてまあ共通として使えるものであるため、別に NBRP に特化する必要はないよねっていうところがありまして、BRSO というふうに名前を変えました。で こちらの方は、あの、各計画者、あの、バイオリソースを持ってらっしゃいます、理研バイオリソースセンター、あと遺伝学研究所、あと農研機構の,方の関係の皆様とか、加わっていただきまして、あの、皆様で協議しまして、あの、開発を進めているオントロジーということになります。で、実際の開発をするときにですね、 あの、どういったことを検討したかというと、ちょっとビジな表が出てるんですけれども、こういった感じで全てのリソース、あの、これ NBRPO が収集しているリソースなんですけれども、その項目を洗い出しまして、あの、どういったものがあるかっていうのをこういう表にまとめまして、あの、どういったところだったら共通化できるよねっていうところをみんなで検討いたしました。で、 実際に、えー、出来上がった一番最初のスキーマーズがこちらになっております。で、こちらの方は、えー、タクソノミーの情報からリソースが持っています、あの、共通の、あの、リソースとして必要な帰宅の情報ですとか、提供の情報ですとか、そういった、まあ、リソースの共通情報ですかね。あとは、その論文の情報ですとか、そういったものから、あの、遺伝子の情報ですね。 で奥には特性の情報、質問の情報とかってあるんですけれども、まあ、共通化できそうなところはまあ大体こう確認をして、まあ、スキーマはこういうふうにこしらえたっていう感じになっています。で、BRSO の大きな特徴は、そのいろんな生物種関係なく、まあ、あのメタデータっていうか、共通化できるところは、なんていうんですか、<laughs> 失礼します。 リソースの種別なく記述することが可能でして、こちらの図に出ておりますのは一番奥がマウスです。二番目が細胞ですね。こちらはメダカになります。で、これ、それぞれ遺伝子の情報を表記しています。で、このように生物種全く関係ないですけれども、あの、共通して、アルデエタとしてあの記述することができます。で、こちら、ちょっとかなり見づらいんですけれども、 2022年9月27日バージョンという形で、あの、下に明記しておりますが、えー、2022年9月27日に DBCS が開発、開催しております国内版バイアカソにおきまして、えー、と関係者であの、ミーティングを持ちまして、あの、話し合いをしたあの、改変した最終的な、あの、まあ、現在の最新版ということになっております。 で本日、かなり話題が出ておりましたバイオサンプルについてもこの時に検討いたしております。であのー、それまでバイオサンプルの記述できる、あのーまあ、スキーマーにはなってなかったんですけれども、もしバイオサンプルの ID を入れるんだったら、こういうふうに入れましょうということで、その時の話し合いの結果がこのスキーマーズになります。で 現状もそこから1年以上経っておりますので、もしかしたらちょっとこういうふうに変えたほうがいいんじゃないかなっていうお話も出てくるかもしれないんですけれども、一応2022年時点ではこういった形のスキーマーを検討しております。で実際にその BRS をどこで利用していただいているかと申しますと、まずあの微生物での利用ということで、j c m ナイトさんにおいてはあの、 メタデータの部分で共通化できる部分は共通化していただいて RDF を作成していただいております。NBRP においてもあの、情報のリソース RDF 化というところの部分でご利用いただいております。で実際にまあ具体的な例としましては、この後理研 BRC の串田さんの方より発表があるかと思いますので、そちらの方にお任せしたいと思うんですけれども。 一応今現状皆様に使っていただいている状態で大変ありがたく思っております。で、これは個人的に考えてます。勝手な今後の展望なんですけれども、まあ、あの、ニーズに応じて、まあ、語彙を追加して、まあ、きちんと今後も整備をしていきたいなと思っていますし、 あと、ラベルについては、現在ほぼ英語表記なんですけれども、日本語対応も入れて、あの日へ対応できたらいいかなというふうに考えております。ファイルとして、あの、もう少し情報を追加しまして、よりよく使い勝手がいいように、あの、加えていけたらなと思っています。で、実際に、その先ほどお見せした最新のスキーマーズですとかは、あの、こちらの GitHub の ページの方に貼っておりますので、ご参照いただけるかと思います。<laughs> 一応簡単なまとめなんですが、本当に全然大したことのないまとめなんですけれども、あの、BRSO っていうのは、あの、バイオリソースを RDF 化するためのオントロジーですってことですね。で、あの、もともとなかったので、開発をみんなでしました。で、特徴としては、あの、バイオリソースが持つメタ情報の部分だけなので、<laughs> リソースの種別なく記述することが可能になっております。で、今後の展望としまして、あの、必要に応じて、あの、整備をしていきたいと思いますので、リクエストがございましたら、あの、遠慮なくお寄せいただけたらありがたいです。で、最後に謝辞なんですけれども、あの、たくさんの先生方にご参加いただきまして、話し合いをさせていただいております。あの、心から御礼申し上げます。 と簡単ではございますが、私の発表は以上です。ありがとうございました。